TV はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、さい、クスヨチュウヤウカナビラ、うちのアンチの夢を伝える的場 TV のお時間の後指、ワンデー番組司会進行のゴージャス坂本由美、エタサルクトゥ、エニゲサビラ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、NPO 法人エンカレッジ社団教室さんの方にお邪魔させていただいております。エンカレッジさんのですね、講師を務めております赤さんと島袋さんに来ていただきました。こんにちは、NPO 法人エンカレッジの、赤と言います。よろしくお願いします。はい、同じく NPO 法人エンカレッジ社団教室で勤務させてもらってます島袋です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エンカレッジさんがですね、活動を始めたきっかけっていうのは、はい、エンカレッジが活動を始めたのは約10年ほど前になるんですけれども、エンカレッジの代表の方がですね、学習塾をこう経営していく中で、経済的な理由でも入塾を諦めるっていう子どもさんたちのが多くいたっていうことがきっかけですね。経済的な理由で学習を諦める子どもたちに、無料の塾を作ろうということで、始めたのがきっかけですね。これまでに支援してきた生徒さんの実績とかっていうのは、はい、今までにこう支援してきた生徒さんをですね、卒業生でいうと約1300名をで、進学率もなんですけど、だいたい 98% が高校にしっかりと合格して、はい、ここは茶壇教室では、受験者がですね、全員合格できて、今年も去年も一次試験で見事全員合格しています。あ、そうですか。はい、赤先生、なんか今は担当の教科とかって何を持たれてるんですか。まあ、私は基本的にその教室の管理のお仕事をしているので、得意な教科は音楽ですね。あ、音楽。はい、英語のですね、教員免許を持ってはいるんでね。あ、すごい。一応まあ英語も少し慣れてます。あ、理論。はい。エンカレッジは先生が一つの教科にいるではなくて、パソコンを使ってやる、はい、学習方式なので、基本は5教科みんなで見るってことにはなるんですけど。じゃあ総合的にカバーして。はい、そうですね。地理好きだろうね。地理どこが好きなの？どこの地理が好きなんですか？どこの地理？いいですかね。なんだろうな。気候が、長くなりそうです。次の質問なんですけれども、エンカレッジさんにですね、通われてる生徒さんの様子はいかがでしょうか。みんなやっぱりね、毎日塾来るときにね、もうすごい元気があって、エネルギーがあって、はい、生徒からもその元気をもらえるますね、生徒からも。またね、小中学生が対象なので、でも、縦の関係とか、全然隔てなく、とてもみんな接してくれるので、すごくもう人懐っこくて、人見知りしない生徒ばっかりなので、はい、すごくもう楽しいですね。縦のつながりもね、横のつながりも、またここで学んでいくような感じですね。はい、本当に人懐っこくて、先生、自分の話聞いて、みたいなね。ありますね。あるよね。ただ中にはやっぱり学習以前の課題を抱えている生徒さんというのもちょっと割合ですね、多いと思うんですね。はい、で、例えば学習以前の課題っていうと、発達障害とか、で、発達障害の中に LD だったりとか、ADHD だったりとか、発達障害で LD とかの子だとやっぱり苦手得意とか、はい、得意なこと苦手なことっていうのがやっぱりはっきり出るんですね。うん、なのでそういう子はまずはできることから、得意なことからさせてですね、できたら褒めて認めてあげる、でそういうふうに自信をつけて、もらうとかですね。はい、あとは非行だったりとか、いろんな問題を抱えていて、ただこう無料の塾ができたからそれで OK ということではなくてですね、またその中で、私たちがどういうふうにこの子たちに関わっていくかということがやっぱり大切になってくるかなと考えてますね。子どもの話をしっかりこう聞いてあげるとか、
ていうことは大事にしてます。で、子供の話をこうしっかり聞くとですね、今度は大人の話を聞いてくれるようになるんですよ。でそこで私たちがまた大切なことを伝えたりとか、はい、また学習につなげていったりとかっていう形で、関わってます。通われてる生徒さんですねに接してる中で成長を感じられる瞬間っていうのはやっぱどんな時があるんですかね。まあ、シャイな子も結構いるんですけど、だんだん塾に来るたびに先生で声かけられたりとか、まあ、話してる間にその笑顔が見られたりとか、そういうその生徒の成長を見られるときやっぱりすごい心が温かくなりますね。エンカレッジさんが力を入れているところはどういったところなんでしょうか。まず成績とか、はい、席次とかはもちろんそうなんですけれども、教室の中で自立プログラムっていうものをやっていて、でこれは例えば自分から挨拶ができますかとか、時間を守れますかとかですね、で大人と正しい言葉遣いで話すことができますかとか、本当にもうやってることは当たり前のことばっかりなんですけども、意外とですねできてない子どもたちもいるんですね。これができたらもっと周りから愛されるのになとか、もっとこれができたら褒められるのになとか、認められるのになとかっていうふうに、そういう子どもたちも結構いてですね、ただこういうのができる子どもっていうのは、はい、きっと社会に出てからもしっかり立派な社会人となって、しっかり仕事ができる人になってるんじゃないかなということで、はい、こういう基本的で当たり前のことを徹底してということで、こういったことに今力を入れていますね。はい、すごいですよ、普通の人そこまでやらないかもと思いますね。そのプログラムというか、それがだんだんできるようになってくると、やっぱその成長が垣間見える瞬間でもそうなんですよね。ありますよね。またこういう当たり前のことができる生徒っていうのは、やっぱり学力もですね、はい、それに伴って勉強もできるようになってるんですよ。はい、やっぱり自分の身の回りのことをしっかりできる人間っていうのは、やっぱりその、学習においてもですね、いい成果を出せるということで、はい、やっぱりこういう心の成長から学力の向上につながってるということですかね。沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、パチンコ&スロット専門店 e スペースグループの提供でお送りいたしました。